この動画では予約内容の変更方法についてご説明いたします。この動画で使用しているシステムは開発中のものです。実際に表示される画像とは異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。変更する項目によって条件があります。ご注意ください。利用日時と場所が変更できるのは料金のお支払いが済んでいない予約に限ります。一部施設はインターネット上からの予約の変更ができません。また施設によって変更できる、できない、変更できる期間、変更のキャンセル料が異なります。詳しくは文京区のホームページまたは利用する施設までお問い合わせください。利用日時と場所の変更。まずは利用日時と場所の変更方法についてご説明いたします。この操作はログインしてから行ってください。なお、お支払い済みの予約内容は変更ができませんので、ご利用の施設までご連絡ください。トップページマイメニューの中から予約内容の確認、変更、取り消しを選択します。予約状況の一覧が表示されます。予約内容の確認、変更、取り消しの画面の中から変更を行いたい予約を選び、利用日時、場所の変更を選択します。次に変更したい日付と部屋を選びます。カレンダーのマークを選び、変更を行いたい期間の開始日を指定します。予約変更を行いたい期間を指定し、表示を選択します。予約変更を行いたい施設の部屋と日付を選びます。次へ進むを選択します。次に変更したい時間帯を選択します。時間帯別の空き状況が表示されますので、変更したい時間帯を選びます。空きがある時間帯には丸、空きがない時間帯には×が表示されます。選択したら次へ進むを選択します。予約日時、場所変更、予約内容修正画面が表示されます。予約変更内容と注意事項を確認し、チェックを入れてください。申し込みを選択します。確認画面に進みますので、内容がよろしければはいを選択してください。はいを選択すると予約内容変更が完了します。予約変更完了画面が表示されると、利用日時、場所の変更は完了です。利用日時と場所以外の変更。続いて利用日時と場所以外の変更方法についてご説明いたします。ここでは備品の追加と削除をご紹介します。この操作はログインしてから行ってください。トップページマイメニューの中から予約内容の確認、変更、取り消しを選択します。予約状況の一覧が表示されますので、予約内容の確認、変更、取り消しの画面の中から
変更を行いたい予約の内容の変更を選択します。備品を追加する場合、備品追加ボタンを押すと、その施設で使える備品が表示されますので、使用したい備品を選び、追加するを押してください。すでに予約済みの備品を削除する場合は、削除を押してください。予約変更内容と注意事項を確認し、よろしければチェックを入れます。変更ボタンを選択します。確認画面が表示されますので、内容がよろしければはいを選択してください。予約変更完了画面が表示されます。この画面が出ると備品の変更は完了です。